滋賀では自然、特に琵琶湖は常に人々の身近な存在であり、なおかつたくさんの魅力にあふれています。そんな琵琶湖を思いっきり体で感じることができるのがウォータースポーツです。子どもたちにとって湖上から見る景色は特別な体験になるはずです。自らの力で漕ぎ湖に直接触れることは、自然や環境を大切にする心にもつながります。また琵琶湖のほとりにある博物館では、琵琶湖とそこに暮らす生き物たちを中心に、自然と環境について五感で体感的に学ぶことができます。琵琶湖の水源の一つ鈴鹿山脈からは豊かな清水が湧き出ます。この湧き水の一つを利用した日本最古の養豚場では、マス釣り体験も楽しめ、豊かな水と清流に住む魚に親しむことができます。